ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、今日はですね、ザ・ニュービギニングシリーズの勝敗予想ダダダッとやっていきたいと思っていますので、今日はそのもう一気にね、本当は 2.9 の話なんでね、もうちょっと時間はありますけど、なんならギリギリまで待った方が正確、予想の正確度は上がっていくんですけど、はい、まあそれはそれとして、今日はザ・ニュービギニングイン大阪やっていきたいというふうに思います。はい、まあそしてキッズたち、うん、まああの勝敗予想っていうのはですね、その試合だけを当てて楽しむもんじゃないから、その試合の勝ち負けを予想して、その次につながる展開まである程度予想する、それが楽しいから勝敗予想っていうのは、うん、なのでね、そこまで見据えて勝ち負けをちょっとね考えてみてね、まあ難しいお題、難しい宿題だと思うけど、君たちならきっと楽しい未来を描けると思うから頑張って。はい、ということではい、ということでやってみたいと思います。まずは 2.9 大阪城ホールで行われるんですけど、まずね、注目はね、これ、まあ、勝敗予想というか、まず注目の試合として、一応第一試合、20分一本勝負ということで、中西学ぶファイナル大阪城ホールということがあってですね、永田裕二、小島聡、天山博義、中西学ぶということで、第三世代の面々が、と、タグを組んで、田口隆介、東亜ヘナーレ、本間智明、真壁闘技と、試合をするということになっていますので、まあ、これファイナル大阪城ホールですから、まあ、ぜひ中西ファンの皆様、もしくは、まあ、新日をずっと見ている方からするとね、もう中西選手の昔のねロングヘアでアルゼンチンバックブリーカーをガンガンにやってた頃とかのね、中西選手のイメージあるかと思いますけども、まあぜひね、最後の大阪城ホールということで応援していただければという形だと思います。はい、モンスターモーニングもね、もしかしたらね、大阪のモンスターモーニングもこの辺で見納めになるかもしれませんから、はい、ぜひツイッターの方も注目ですね。うん、そして、第2試合ですね、60分一本勝負ということで、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合ということで、ショーヨーの六本木 3K、そして、金丸デスペラードの鈴木軍一番ね、こちらの対戦がやってきましたという形でございます。はい、まあジュニアタッグはですね、東京ドームでその六本木 3K が取ったわけなんですよね。で、まあ金丸デスペラード組とまたやりますということで、もう本当にね、このジュニアタッグなんとかせんといかんよなっていうところがあって、タグチームがいないんですよね。なので、ほとんどこの小陽、そして、まあ、金丸デスペラード、そして、石森ファンタズモ、この3チームでずっと回してるっていうことが、まあ、起こっていましたので、まあ、もし例えばブリティッシュね、ブリティッシュオスプレイが取らないってことになれば、まあ、オスプレイと、ロビーイーグルス、あたりの、バーズオブプレイでしたっけ？まあ、この辺も参加してくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、試合組見てるとですね、ロビーイーグルスと高橋宏夢が絡む機会もちょいちょいあるので、まあ、もしかするとね、まあ、この次の試合の予想でも言うと思いますけど、まあ、ロビーイーグルスシングル戦線なのかなっていう気もせんでもないですね。でもまあ正直デスペさんをね、そろそろデスペさんと、デスペさんのシングル戦線そろそろやっていいんじゃないかなって本当にいい加減思うんですけど、はい、もうそろそろいいと思いますけどね、はい、お願いしたいなというところですね。ということで、まあ、これはですね、まあ、ベルトを取ったばかりの六本木 3K、まあ、次がどうこうっていうよりもですね、ごめんなさい、ね、キズたちに投げかけをしておいていきなりあれなんだけど、次がどうこうっていうことよりも、これに関しては、まあ、ベルトを取ったばかりの六本木 3K がまた陥落するっていうことはないんじゃないですかっていうことで、まあ、六本木 3K の勝利なのではないかというふうに予想しております。まあ、次の展開はね、ちょっと予想がつかんすな。まあ、新たなタッグチームが参戦するなり、新たなタッグチームの挑戦表明があるなりってことだとは思うんですけどね。はい。
で多分そうしないとこのジュニアのタッグ戦線が活性化しないっていうのと意外性がないので客が呼べないっていう考え方を新日本はしてるんじゃないかなっていうふうに思っていますので、まあ、ジュニアのタッグのベルトの価値を上げるためにも、まあ、新しいタッグチームが出てくる必要性があるので、うわー、この組み合わせで来るのかっていうチームがここに出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、またね、海外から呼んでくればいいんじゃないですか。海外から誰か来るんじゃないですか。その辺でいいんじゃないですか。はい。ということかなというふうに思ってます。はい。まあ、CML 系のね、ルチャ選手が来てくれたら楽しいですけどね。まあ、ROH から来るかもしれないし。もしくはイギリスから来るかもしれないし。ね。レボプロでしたっけ?から来るかもしれないし。まあ、新しい挑戦者が必要だというところではあると思いますね。そして第5試合、60分一本勝負ということで、スペシャルシングルマッチ、真田対 J. ホワイトということなんですけど、まあ、ここも正直あんま読めないですよね、僕はね。この後の展開が読めないんですけど、まあ、でも言うて J さんなんじゃないかというふうには思っていますね。はい。まあその方が J さんが次のベルトをどうするんだっていうこともできちゃうので、まあもしその岡田選手が陥落した場合、陥落したっていうか負けた場合、この J ホワイトが勝つことによって、まあ J ホワイトの発言権が出てくるっていうことだと思うので、まあ太一と J ホワイトの発言権の、争いとかね、なんかそういうコメントの争いとかね、またここで起こったりするかもしれないですから、まあ、それによって、どうなるのか、ということかもしれないっすよね。だからまあ、この辺は、どうなんでしょうね。真田選手勝って、その次どうすんだっていう話の部分が、まあ、あんまちょっと僕の中では見えてないですね。まあ、真田選手があんまり多くを語らないので、その唐突感がすごく出てくるのがサプライズみたいな部分はありますから、まあ取っていきなり俺は内藤とやりたいっつってもおおってなるだろうし、でもまあなんかどうするんだろうねみたいな、なんか何かしらなんかここで怒ったりもすんのかなみたいな、まあでもあんま何もなさそうな気がするんですけどね。だからまあこの辺は意外と J ホワイト勝つんじゃないですかと。まあメインでね、どっちが勝つかっていうことによれば、その反対側が勝つっていうことになる感じもするので、まあそれを思うと J ホワイトなのかなみたいな感じはします。はい。そして、第6試合60分一本勝負ということで、IWGP ジュニアヘビーね、選手権試合来ました。で、高橋ヒロム対リュウリーというね、形なんですけれども、まあこれはですね、まあリュウリー選手、ROH と契約したそうなんですけど、まあ言うてもここはヒロムの防衛なんじゃないかというふうには思います。また高橋ヒロムのここから東京ドームからは僕はまあ高橋ヒロムのチャンピオンロードが始まるというふうに思っていますので、まあ高橋ヒロムを軸としてジュニア戦線のシングルをどう回していくかっていうことをもうすでに決定済みなんじゃないかなというふうには思っています。なのでしばらく、まあ高橋ヒロムね、行くんじゃないかと。で、例えば、旗揚げ記念日で内藤さんとやりたいみたいな話もしてましたし、まあそういうのを考えると、ここはまあ高橋ヒロム勝つんじゃないですかと。で、そこに対してさっき言ったようなそのデスペさんとかですね、あたりが来てもいいだろうしっていうところだと思いますので、まあここはまあ、ヒロムさんじゃないですか。リュウリー、やります?でもそのリュウリーの、リュウリーがね、どうなんだろうねっていうところもあるんでね。まあ多分ヒロム、ここはまあヒロムで間違いないんじゃないかなというふうには思ってます。はい。まあそして第7試合60分一本勝負 IWGP US ヘビー級選手権試合ということで、ジョン・モクスリー対鈴木みのる選手。ということなんですよね。まあ鈴木みのる選手なんか AEW と、ランサーチャーと一緒に AEW との契約の噂も出ているというところみたいなんですけど、ね、まあ、じゃあ、モクスリーさん、じゃあどうすんだみたいな。モクスリーさん継続参戦またしてくれるとして、次は、US のアメリカの大会か、ドミニオンまで、いや、3ヶ月ルールとかいろいろありますよね、ベルトのね。確かだからその前に来るんだろうけど、ドンタクでまた何か一波乱やるんだったら、モクスリーっていうことだと思うけど、
まあここはね、僕はまあ正直鈴木みのるさんにとってほしいですわ。うん、まだまだ存在感をね、ここで一発ベルトをかまし取ることによって自分、まだまだ鈴木みのるの存在感をここで誇示していってほしいなというふうには思いますよね。はい。まあただモックスリーが勝つとすれば次ドンタクの可能性がありますよね。多分来るとしてドンタクっていう可能性があるんじゃないかなと思うんで、そうなるとまあ僕ドンタクに行こうとしている僕にとってはまあそれもありなのかなみたいな。モックスリーね、まあでも鈴木みのる選手の方がいいかな、個人的にも。まあなのでここはね、僕はまあ正直ね、鈴木みのる選手が取って、また US を持った鈴木みのるの鈴木みのる無双をですね、しばらくチャンピオンロードでやってくんないかなという感じがねしてますね。はい、ちょっと期待したいですね。そして第8試合メインという風になるわけなんですけれども、 IWGP ヘビー級選手権、 IWGP ヘビー級、 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合ということで、内藤哲也対内藤哲也対この人ということになってます。はい。まあこれはですね、わあ、まあね、あの人もその人のこあの人のファンにとってはね、面白い試合なんじゃないですか僕はまあ僕は内藤ファンなんで、まあ正直言うとですよ、正直なところ言うと、僕は、まあ、この試合は、まあ、勝ったら少しだけ希望が見えて、負けたら地獄っていう。まあ、そんな試合かなっていうふうには思ってますね。ただ、まあ、僕からしたときに、この人の、その対戦相手の方に関して言うと、まあ正直勝っても地獄、負けても地獄みたいな感じなんですよね、僕からするとね。まあ多分まあ勝ちましたみたいな、内藤選手が勝ちましたっていうことになると、なんていうかこう、あはみたいな、じゃあなんで出てきたあの時にお前さみたいな感じで僕は思っちゃうし、なんであんなことしたみたいな、お前さみたいな、お前ここで負けるんだったら出てくんじゃねえよあの時にさみたいな、いうのも俺としては思っちゃうしみたいな。まあでも逆に、まあ対戦相手の方が2冠を取った場合、ああみたいな、へえみたいな、新日本プロレスそんな感じなんすねみたいなにもなるしみたいな。まあもう僕からするとね、正直ね、勝っても地獄、負けても地獄、もうなんかそういう、あんまりね、気持ち入った感じで僕はこの試合見れないんですよね、なんか。まあ正直どっちでもいいんじゃないですか、みたいな感じになっちゃう。まあ正直内藤さんには勝ってほしいけど、なんかまあどっちでも、なんかもう好き勝手やったらいいんじゃないですか、みたいなね、感じの気持ちが正直ないと言えば嘘になる。そういう気持ちがないと言えば嘘になる。まあただ、その対戦相手のファンの方にとってみれば、もうそりゃさ、もう2冠取ったらハッピーなわけでしょ。ね。なんでもいいじゃん。ね。もうヒールなんだから。なんでもあるじゃん。もう介入してもいいじゃん。ね。だからどんな形でもいいから取ればいいじゃん。ね。で、またツイッターでなんか遊んでりゃいいじゃん。ね。わーって。なんか楽しくね、みんなで遊んでればいいじゃん。大喜利してさ、ツイッターでさ。ね。だからそういうのでいいんじゃないかなってなんかこの試合になんかね、かけるこの試合をどう見ようかっていうか、なんか気もおわかな、まあこれは人それぞれだよ、ね。まあ、毎回ここで言ってるのは、俺が好きなプロレスとかそういう俺の味方の話してるだけだからね、言っとくけど、まあどうでもいいっすわ正直言うと、内藤さんすげえ勝ってみたいな感じもうあんま正直言うとない。なんていうか、まあ、どの道俺は多分東京ドームで死んだんだよ。二冠をね、達成して、デハポン締めして、俺は、なんか成仏したいっていうふうに、前々からちょっとずつ言ってたけど、まあ、なんていうか、二冠は達成して、デハポン締めはできなくて、でも、
あの時俺はやっぱ死んでるよね。あの時俺の気持ちはもうそこで死んでるからさ、もうなんか成仏できなかった状態でずっとさまよってるっていう感じだよね。そんな感じはする。だからまあ正直この試合に関して言うと全然気持ちは乗らないっす。だからまあ結果をそのまま見て、まあ内藤さんが勝てば、まあなんか次のストーリーをなんか思い描けるもんがあるのかなって思って見ていくし、まあ内藤さん負けても、ああそうですかぐらいな感じ。って。まあ、ああそうですかぐらいな感じなんですよ。正直。正直なテンションは。だから他の皆さんがどんな風に見てるか僕は知らないですけど、まあそれぞれね、皆さん。だからこの2冠戦がさ、こんなチープになるとは思わなかったよね。正直ね。2冠戦やるっつうのに何の気持ちも入らずに見ていくっていうさ。で、まあ2冠戦が正直こんなチープになるのかとは思わなかったけど、まあ、今後、この結果次第ですよね。この結果次第で、どういうストーリー、なんか、僕もこの結果を見て思い描くような何かストーリーが出てくるのか、出てこないのか、っていうことだと思うし、対戦相手の方が、まあ、2冠を取ったとして、まあ、逆に、なんかね、敵討ちで、ロスイングのメンバーが出てくるとか、そういうことがあるのか、とか、まあだからこれもしかするとね、真田、J ホワイトで真田が勝ったら、そういうことかもしらんよ。ね。真田 J ホワイト、第5試合で真田 J ホワイトやるじゃないですか。だから真田 J ホワイトで、もし真田が勝ちました、つったら、もしかすると、2冠ね、そういうことかもしれんし、まあ、逆に真田が勝ったとして内藤哲也が勝った後に出てきて挑戦表明ってするのもまあ熱い展開っすよね。まあ熱いストーリー展開だとは思うんだけど、まあなんていうかね、まあ2冠戦、今回のこの2冠戦に関してはまあ全くもって気持ちは乗らないっすね。なんかああそうですかっていう、頑張ってくださいでしか見れないかな、僕はね。まあ皆さんは、そんなことないと思いますので、まあぜひ皆さんの予想もね、コメント欄に書いていただければなというふうに思います。はい。はい。まあいろんなね、プロレスの見方あると思いますんで、で、しかも毎回毎回気持ちが入る試合ばっかりじゃないと思いはするんですけど、まあ今回のこの日韓戦に関してはまあ、僕はもう全くって感じ。なんか、どうでもいいですみたいな。はい。勝手にやっててくださいぐらいな感じなんで。まあ、その後の展開でどう気持ちが変わっていくのかっていうところは皆さんにお伝えしていければなというふうには思いますので。まあ、僕と同じような気持ちも、人もいれば、まあ、対戦相手の方のファンの方はね、もう盛り上がってると思うんで、ぜひ、バンバンツイッターとかでも、いろんな場所でも盛り上げて、ね、ベルト取れるようにね、皆さんね、応援してあげたらいいと思いますんで、はい、ぜひ、皆さん盛り上がっていただければいいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。二冠ベルトね、じゃ誰が取るでしょうか。はい。はい。ぜひ、皆さん、ぜひ、コメントも、はい、お待ちしておりますので、はい。ぜひ、チャンネル登録、高評価の方もお待ちしております。はい。それでは皆さん、また、今後の展開を楽しみに、次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。